始まりました。トワイスの妄想ラジオトワしゃべり第12回となります。今回第12回なんですけれども、私がトワしゃべりをやり始めて1年経った、そういうことになりますね。最初にトワしゃべりを投稿したのが7月の初めなので、まあ正確に言えば1年とちょっと経ってるわけなんですけれども、いかがでしょうか。第0回、私が動画再生回数1000回を突破した嬉しさから作った一人ラジオと比べて、少しは喋りが上達したでしょうか。まあそれは聞き手の皆さんにしかわからないことかもしれませんが、私としてはまだまだ全然上達する余地はあるんじゃないかななんて思ってます。今回はですね、まあお恥ずかしい話なんですけれども、特に話題がないと言いますか、これといって喋りたいなっていうテーマがついに尽きてしまったと言いますか記念すべき1年目がこんなものでいいのかなと思いつつ、まあ今回はですね、まあ原点に立ち返るじゃないですけれども、私が4回目だったか5回目あたりから目指しているこのラジオでは、まあ皆さんに癒しを与えて、まあ寝る前に聞いていただいたりだとか、ちょっとゆったりしたりとか、作業の合間に聞いてみたり、そういうラジオを目指してですね、ゆっくり喋っていきたいと思います。やっぱり過去のラジオを聞いててですね、まあとかあーとかとか、ちょっとそういうのかっこ悪いななんて思い始めてるところでして、まあそういうのをアクションゲームとかで、アクションゲームとかスピードを求めるようなゲームで出てしまうのは仕方がないかなとは思うんですけれども、まあこういうラジオというあの静止画を 見ながら、まあ中には見ない人もいるかもしれませんけれども、声しか聞こえないような状況で、そんなに焦るようなことはないんじゃないかなとちょっと自分で思ったところですね。なのでまあゆっくり喋るというのと、あと最初にお聞かせしました、あれは私が編集の時効果音で差し入れたものではなく、今片手に私のまあこう言ったらあれですけれども、今まで生きてきた中で一番好きなお酒を片手に今喋っております。はい、というわけで今回はですね、まあゆっくりオチのない話というかフリートークをやっていこうかななんて思っております。では何分喋るかは分かりませんが、お付き合いのほどよろしくお願いします。はい、では特に何でしょう内容に関しては考えてないんですけれども、今回はフリートークということで、まあ思いつくままに話していこうかなと思っております。まずですね、時期的な問題なんですけど、もう去年のことが思い出せないんですが、去年もこんな暑かったでしたっけ。なんか年々暑くなってるような気もしますよね。冷夏だ冷夏だとは言いますけれども、なんか天気予報なんかを見ていると35度とかそういうくらいまで行っちゃってますね、私の住んでいるところは。なのでまあちょっとお部屋、私の部屋で過ごすにはエアコンが必須なんですよ。というのも最近エアコンを普段は
出勤前に12時間後っていうのでタイマーをつけて、帰ってきた時ちょうど部屋が冷えてるようにしているんですけれども、ここ最近1回だけエアコンを入れ忘れてというか、タイマーを入れ忘れて帰ってきた時があったんですが、いや本当参りました。帰宅してドアを開けて、外より暑い、むわっとしてる、壁に手をつく、壁紙が熱い、靴を脱ぐ、フローリングが熱い、もう本当に一体この私に何連コンボを決めてくるんだと。もう速攻エアコンをつけるも、もちろん新しいエアコンではあるんですけれども、そんなにすぐ部屋が冷えるはずもなく、まあすぐ服を脱ぎ洗濯かごに放り投げ、部屋でうろうろすること数分、もう汗だくですよね。でまあタオルで汗を拭いながら、さらに数分、やっと冷えてきた、まあでもそこから何かしようなんていう気はまず起きないっていうか、本当に暑いのは苦手なので、やっぱりエアコンは必須だなって思うこの頃です。でエアコンは必須なんですけど、ここのところ毎日毎日暑いので、私も毎日毎日エアコンを使ってるわけなんですよ。まあ私は会社員なので、この夏にボーナスというものをもらったんですが、いやこの時期は去年も多分同じだったと思うんですけど、いやエアコン代で、エアコン代というか電気代でボーナスが減る減る。今回は去年までと違ってボーナス5割、遊ぶお金5割っていう風にはしてなくて、まあ思い切ってボーナスの8割ぐらいを貯金して、まあ残りの2割でささやかに遊ぼうかななんて思ったところで、でもちょっと電気代がまだ今月の分は出てないんですけれども、ちょっと怖いところですね。今月じゃないか、来月に響いてくるんですかね、検診日的には。検診日っていうのかな、電気は。まあでも伝票を見るのが怖いところですね。伝票というか払い込み用紙というか。いやー、電気代って一人暮らしだとだいたいいくらぐらいするもんなんでしょう。私はかなり恐ろしい数字を冬の時かな見ましたね。今年の1月とか2月だったと思うんですけど、まあ皆さんもですね、とは言ってもですよ、やっぱり体調管理というのが正直一番大事です。まあ私はエアコンに頼りきりすぎてる部分もありますので、部屋は換気もしないで、日の光を遮るためにシャッターを閉めっぱなしにしてるんで、そりゃ空気も何もこもるってもんですよね。まあこれから一人暮らしを始める方、参考にはならないと思いますが、とりあえず部屋の換気と、あとは無理せずエアコンを使うっていうのは大事です。それだけは言っておきましょう。まあ一人暮らし経験者でなくても、実家暮らしの方でもエアコンは無理せず使った方がいいと思います。本当に暑いと何にもやる気がなくなるし、それこそ食欲もなくなるから、気づけば脱水、気づけば朝から何も食べてない。私はよくやりました。まあ正直なんか立ってられないぐらいフラフラっていう時もありましたから、ぜひこの時期は無理せずエアコンを使い、ちゃんと水分を補給し、食事はちゃんと食べる、こういう基本的なことをやっていった方がいいと思います。まあ私も
さっきから何回も言ってますが、一人暮らしなので体調管理は自分自身でなんとかしなきゃいけないので結構苦労してます。そしてですね、エアコンの使用なんですけど、エアコンを使えない場面というのが一つありまして、それがですね、まさに今のようなマイクを使って何かを収録している時なんですが、あのマイクにエアコンの風の音が入ってしまうと言いますか、なので今まさにそうなんですけど、エアコン止めてます。まあそれでもさーって言っちゃうのはちょっとマイク側の問題と言いますか、私の設定の問題と言いますか、ちょっとノイズ除去とかそういうのの技術をまだ習得していないので、なかなかそれは消せてないところではあるんですけれども、まあエアコンの風が入らないようにエアコン止めるんですけど、これ結構厳しくてですね、今夜なんですけれども、エアコン止めて30分経ってないんですが、かなり暑いです。今ちょっとあの温度計付きの時計が近くにないので、温度がいくらあるのかは分かりませんけれども、いくら、いくつ、温度ってなんて言うんでしょう、いくらかな、どうなんだろう。まあでも私の体感的には多分もうあの22度設定冷房でつけているエアコンを消して、多分もう27度か28度ぐらいまでいったんじゃないかなと思いました。ちなみにですね、私がさっきエアコンをつけ忘れて帰ってきた時なんですけど、あの時計の表示見たら37度でした。部屋ですよ、外より暑いっていう、夜9時ですよそりゃ死にますって。もう慌ててエアコンつけましたよ。まあでも私が寝ているところはロフトなので全然冷えないですけどねまあいい加減あのロフトじゃなくて、ちょっと今散らかっている居間を片付けて、どうにか下に寝ようかななんて思ってるところではあります。なんか暑すぎて毎回夏は毛布を1枚上にかけて、あのフローリングの上に敷いたござの上で寝るっていう、なんか平安時代の人みたいな寝方をしてるんですが、まあでもこれが一番涼しく寝れる方法なんで仕方ないですよねまあ体の疲れで言えば、まあ私夏でもシャワーで済ますということはなくて、ちゃんと湯船に浸かるタイプですので、まあだからそれでなんとか持ってるかななんては思いますけれども。あとですね、私今年に入ってから早番というものを始めまして、朝5時頃に家を出る、で4時頃に起きなきゃいけないんですが、最近もう4時頃に起きてもすでに暑いですね。何なんでしょうね、まだ日も上がってないのにあの暑さっていうの、本当に参ってます。いやー、まあちょっと暑がりだし寒がりなので、私やっぱり気温の変化とかはうまく調整していかなきゃきついですね。でまあ実況の話に戻るんですが、マイク使ってる間はエアコンを消してる、でも30分やそこらで部屋の温度が上昇する、汗をかく、まあちょっとモチベーションが下がってくるんでエアコンつけるんですけど、まあでもまた実況を撮るからエアコンを消してっていうのを繰り返してると、なかなか取りだめがしづらいっていうことになってくるんですよね。30分つけて、いや30分収録して10分エアコンで涼んで、30分収録して10分涼んでっていうのをやってると、だんだんモチベーションも下がってきますので、なかなかちょっと取りだめが難しいなって思ってるところですね。まあでも前から言ってますけれども、今年に入ってから続けてる毎日更新、やっぱりできるところまではやってみたいので、なるべくなら続けていこうと思っているところですので、よろしくお願いします。
まあ本当に夏場は辛いんですけれども、ちょっと話変わりまして、私実況の毎日更新を始めてからというもの、恥ずかしい話、外出することが少なくなってしまったんですね。で、まあちょっとそれを打開しようかなと思って最近始めたことがありまして、まあそれはさっき言ったボーナスが出たことと若干関係してくるんですが、ボーナス出ました、ある程度貯金しました、残りの金で遊ぼうかなって思った時に、そういえば最近実況収録とかで友達とも予定合わないし、自分で休日出歩くこともなくなったし、何か出歩くようなことをして遊ぼうって思ったんですけど、一人でビリヤードとか、一人でボーリングとか、まあ一人カラオケでもいいんですけれども、なかなか最近カラオケに行くモチベーションにならなくてですね、まあやっぱりカラオケ行っちゃうと喉痛めるので、なかなか実況っていうふうには立て直しにくいと言いますか、なかなかそういうことになってきますので、ちょっとカラオケはなーっていうので何ヶ月か行ってないんですけど、じゃあ何があるかなって思った時に、まあそういうのを考えたりしながら過ごしてた時に、先輩に飯に誘われたんですね。で、その時先輩から本を渡されまして、でそれを持ってその店に行き、その本を店員さんに見せたら、そのメニューが半額になったっていう、まあいわゆるクーポン本といいますか、プレミアムクーポンといいますかね、その本に載ってる店に行って本を見せると、特定のメニューが半額で食べられるっていう本がありまして、あ、これ使えば自分一人でもそれなりに食べ歩きっていうものができるんじゃないかな、そう思って私その本を買いまして、でまあボーナスとかそういうのを使ってちょっと食べ歩きを最近やってるんです。とは言ってもまあちょっと仕事帰り、休前日の仕事帰りにフラッと寄ってみたりするっていうぐらいで、まだ 2,3 軒ぐらいしか回れてはいないんですけれども、まあなかなか楽しい感じですかね。私も今のところに住んでだいたい5年くらい経ったのかな、ですけど全然街の方を歩き回ってなかったので、まあ街の方を知るという意味もあり、ちゃんと外出というかちょっと足を伸ばして見るっていう目的もあり、まあかつ自分のしたいこと、楽しそうなことをやるっていう意味もあり、まあいろんな意味で食べ歩きっていいんじゃないかなって思ってやってるところですね。前から一人で居酒屋行ったりとかそういうことはしてましたので、まあできないことはないだろうとそれでまあ始めてみたところです。結構ですね、半額ってバカにならないもので、本に載ってる料理とかも元の値段が4000円でそれが2000円になるとか、もっと安いところだとまあ700円が350円とかいうところから、本当に上はもう食べ物の店じゃなくてエステの店とかはもう使えるようなクーポンが載ってたりして、まあさすがにエステはちょっと行くかどうかわからないんですけれども、元が9万円で4万5000円になりますよって言われても、いやーでもエステかって思っちゃうんですから思っちゃいますからね。まあそれでちょっと巡ってみたんですけれども、やっぱりちょっとまあ勉強になりますね。自分が普段スーパーとか
お弁当屋とかそういうところばっかりで済ませてるので、なんかなんでしょう、自分の美味しいの上限がここだと思っていたのを超えてくる何かを新しく発見できたと言いますか、もちろんその価格が高い安いだけではなくて、あこれ好きだなっていう味とか、あこういう味あったんだっていう、なんか自分の味覚がだんだん開拓されていくような感じがしてすごく楽しいですね。まあボーナスも残り少なくなってきたのでちょっと控えようかなと、あの月に1回ぐらいとかにしようかなとは思ってるところなんですけど、まあこの夏は食べ歩きでちょっと外出してみようかななんて思ったところですね。ところで食べ歩きだけに限らないと思うんですけど、皆さん二十歳超えてらっしゃらない方はちょっと申し訳ありませんけれども、家飲みなんてやりますか？私は休戦日どっか店に寄ったりしなかった時は、まあ今みたいにと言いますか、今は休戦日ではないんですけれども、まあ部屋で一人でちょっとお酒をたしなんだりするんですけれども、まあそんなに強くないのでだいたい一杯飲んだぐらいで満足して寝ちゃうんですが、ちょっと一杯いただきますね。うん、氷が溶けてきていい音が出なくなりましたね。それでまあ普段は一杯飲んだだけで満足して寝ちゃうんですけど、不思議なことに食べ歩きに行った時、まあ休戦日のことが多いのでお酒を頼むんですよ。でも美味しいものと一緒だからなのか、それとも周りに人がいてまあ楽しくなっちゃうのかな、ちょっと気分的な問題なのか分かりませんけど、家飲みよりもやっぱりお店で飲んだ方が2杯3杯といけるんですよね。これちょっと不思議だなと思ったんですが、本当に家で飲んだ時は1杯飲んだだけで顔まで真っ赤になって、ああなんかもうお酒いいやって感じになっちゃうんですけど、店だとなんか不思議とごくごくいっちゃって、でも家で飲んで満足したぐらいのフラフラ加減と言いますか、なんでアルコール量は店の方が取ってるのにそうなっちゃうんだろうなっていうのが不思議ではありますね。あと仕事帰りだからっていうのもあるかもしれませんけど、私ビールってあんまり好きではないんですが、仕事帰り休戦日食べ歩きに行った時の一杯目のビールってなんであんなに美味しいんでしょうね。普段ビール買わないんですよ、全然買わないですし、まあできればビール以外の方が、なんかビールちょっとお腹いっぱいになっちゃうんでもったいないなとか思ってたんですけど、本当に仕事帰りのビールはなぜかあれだけは格別なんですよね。まあもちろん店によるかもしれませんし、あの缶だからとかサーバーだからとかそういう違いなのかもしれませんが、いや本当になんであんなに美味しいんでしょうね。あ、今更ですけど、あのお酒は二十歳になってからですよ。これは一応お酒の話をする際は言っておかなきゃいけないかなと思いました。すいません今更で。あ、そうだ、お酒といえば私さっきですね、人生で一番好きなお酒を今片手に持ってますって言いましたけど、これ二十歳以上の方ですけどおすすめしておきます、しておきますって言うとあれがなんかちょっと偉そうですね。これおすすめですよ。ちょっと一杯いただきます。うん、やっぱり美味しい。私が今飲んでいるのがですね、多分九州の方のお酒なんですけど、薩摩五代という芋焼酎がありまして、それにつけて作った梅酒、五代梅酒というものを今飲んでます。
この五代梅酒がですね、私が初めて飲んだのが串揚げ屋だったかな。まあ大阪風の串揚げと言いますか、壺に二度漬け禁止のところなんですけれども、そこは1000円で串揚げ3本と馬だれ付きキャベツと土手焼きとあと好きなアルコール1杯っていうセットがありまして、でまあそのメニューの中にまあなんでしょうね、まだお酒飲み始めてそんなに経ってない頃だったのでビールとかちょっとなーっていう苦手意識がありまして、まあ梅酒とかならいけるかなと思って、まあその店で一番スタンダードそうな梅酒、五代梅酒って書いてあったんで、まあちょっとそれをロックでいただいて、でそれを飲んだんですけれども、なんじゃこりゃと。まあエンドーベータニキのあのおっさんではないですけど、本当になんじゃこりゃって感じのうまさだったんですね。でそれ以来まあその店に行くたびに五代梅酒を頼んでいたんですが、ちょっと今住んでいるところがその店から離れてしまって普段行くことがなくなってしまったので、ちょっと通販で何年かぶりに五代梅酒を取り寄せまして、でそれを家で飲んでるんですけど、やっぱり美味しいんですよね。なんでしょうね、普通の梅酒よりも濃厚っていうとあれですけど、体に合ってるっていうのが一番なのかなって一つ思うところがありまして、私普段チューハイとかそういうのを家飲みの時は飲むんですが、それだと次の日残っちゃうんですよね。度数がどうのっていう問題もあるかもしれませんけど、あとすぐ酔っちゃうって言いますか、フラッと来ちゃう。でもこの五代梅酒は12% あって、で私だいたいコップに1杯ぐらいしかまあ飲まないんですけど、まあチューハイも多分同じぐらいの量ですよね、 5% とかですが、私はこの梅酒だけはなぜかロックでチューハイと同じ量飲んでもなんか次の日に残らないんですよね。もう一本これとは別にワインで次の日に残らないものがあるんですけど、これは何でしょうね、体質に合ってるお酒っていうのを見つけたんでしょうか。まあお酒に体質があるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、なんかどうやら私は梅酒系は強いってわけじゃないですけど、あんまり次の日に残らないみたいです。特にその中でもこの五代梅酒は味もお気に入りだし、次の日にあと引かないから、まあ平日でも飲む気なら飲めると、そういう感じですね。まあお酒を飲み始めて自分の好きなというか自分に合ってるお酒に出会えたっていうのはやっぱり幸せなことかななんて思います。もし皆さんの中に梅酒好きな方がいらっしゃいましたら、私のおすすめです、この五代梅酒、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。まあ私の感覚ですけど、そんなに高いものではなかったと思いますが、まあ送料があるので若干高くはなってしまうんですけれども、まあそれでも興味のある方はぜひ調べてみてください。まあこんな感じですかね。今回はまたまた短くなってしまいましたが、まあここまでにしましょうかね。ではエンディングの方に参りたいと思います。はい、ではエンディングです。飲み干しました。まあ
明日も仕事なので一杯ぐらいでやめておきましょう。はい、では、いつも通り実況の情報ですが、正直、新しい実況みたいなものも始めてませんし、しばらく今やってる実況が終わるかなっていう感じもしないので、まあ前回とほぼ変わりなしと言いますか、多分このまんまの状態で続くと思います。あ、でも、バイオハザード4およびバイオハザード4エイダ編が終わりましたので、多分毎日更新としてメインになってくるのはアサシンクリードになるかなと思います。相変わらず私の休日のたびに、2交代で、スカイリムとバンピートロットはやっていこうかなと思ってますし、余裕があればエンドオブエタニティやあとはマジカルマンイトア、こっちの方もやっていこうかなと思ってます。あ、デュペリズムもそうですね。なんか最近ちょっとまさか1年ちょっとで壊れるとは思ってなかったヘッドホンのマイクが壊れ、新しいマイクにして、まあちょっといろいろ調整とかやっていた関係で、あんまりいつもと違ったことができなかったので、まあそれでもなんとか新しいマイクをつなげてここまで収録できるような体制には立て直したので、まあ今後はまたいろんな実況を撮っていきたいななんて思っています。あとですね、やりたいゲームまだまだたくさんあるんですけど、どれも長いものなんで、あんまり手を広げると、まあ質が落ちるというよりはいろいろやりすぎて自分の頭がこんがらがっちゃうかななんて思いましたので、まあまだちょっと手を広げるのはやめておきます。あといい加減 HD キャプチャーボードっていうものを買ってみたいですね。今まで GVUSB2 という、まああの3色のピンを接続して映像を映すものを使ってたんですけど、最近いろんな人の実況動画を改めて見るようになって、画質がいいとやっぱり見やすいなっていうのがありまして、まあプレイステーション2はそのままでも仕方ないと思うんですが、プレイステーション3に関してはもうちょっといい画質で皆さんにお届けしたいなと。自分のエンドオブエタニティとかスカイリムを見てて思います。アサシンクリードはあれだけはなぜか思ったよりも画質が低下してなくてびっくりしてるんですけれども、まあHD キャプチャーボード買うかどうかはまだ未定ですけど、まあ買うまではなんとかそのキャプチャーボードの設定なんかを地味にいじったりとか、そういうのでちょっと画質が毎回違うなんてこともあるかもしれませんけれども、まあもしかしたら買うかもしれません HD キャプチャーボード。いい加減実況1年続けてきて、まあ多分これからもやり続けるだろうなって思ってきましたので、ちょっとそういうのの購入も検討してるところです。はい、というわけで今回はここまでとさせていただきましょう。まだ相変わらず、月末ギリギリになってしまって申し訳ありません。まあ来月とか再来月あたりはできれば早めに月半ばぐらいをちょっと目標に出したいなとは思ってますので、よろしくお願いします。ではここまでご視聴ありがとうございました。第12回とわしゃべり、これで失礼します。